はい、皆さん、こんにちは。真実を知って、安全で快適なバイクライフをエンジョイしましょう。モーターサイクルプロフェッサーの誰も教えてくれないバイクの秘密、バイク教室です。さて、今回はですね、はい、えー、都市と、都です, <laughs> 年ですちょっとシリーズ化になっちゃいましたけど、えー、ロールセンターについてね、お話ししたいなと思います。ちょっとね、 なかなかロールセンターで結構専門用語なんですけど、これを結構つ、この言葉を使われてる方は、あちょいちょいおられるんですけど、本当に意味を分かって使われてるのかなという疑問をね、えー、持ちますね。はいえー、まあバイクはね、リーンする乗り物です。えー、まあリーンとロールは同義語。まあ、リーンってのは傾くっていう意味ですね。ロールっていうのはどっちかというとこう転がるっていう意味なんですけども、まあ、このバイクが、まあ、転がるとこまで行きませんけど、ね、これを まあこれはあの物理専門用語的にもねロールレートとかって言ってロールという表現をします、まあ、車もロールアウト、ねえー、外側にロールね遠心力にえ逆らわず遠心力を受けてえ旋回方向と逆,ね逆方向外側にえ傾くというのをまあロールと言ったりします、まあ、これはちょっと脱線しちゃいますけどまあ車は通常のね車はパッシブロールと。 いうまあそういうシステムで、えー、車を走っている。まあ、そういう意味でいくと、バイクは、まあ、アクティブロールと、えー。要するに遠心力に逆らって、ねえー、傾けて、ね、傾けて曲がるという意味でアクティブであるという、まあ、そういう言い方をしてもいいかなと思います。まあちょっと脱線しました、ねえー。ということで本題を戻してですね、ロールセンター。たまにこういうね、後輪の接地点とフロントフォークを直角でね結んだ線か、もしくはちょっとその下と。まあこの この間ぐらいですかね。こういう点線にロールセンターはあると。えー、このロールセンターはあー車両によって角度が異なると。もう何をもって異なるという。うう非常に難しい。だから乗り方が変わるんだと。バイクによって乗り方が違うんだと。まあまあ確かにね、モトクロスターとアメリカンではもうあのポジションがね違いますから乗り方違うっていうのはまあわかるんですけど、同じスポーツ、ロードスポーツでもロールセンターが異なる。 これね、多分ね、あのー、ねじり中心ね、とか、あまあ、完成主軸っていうとかなりね、もう専門的になりますけこの辺になってことね、もうバイクのね、設計開発したことがある人じゃないともうわからないですよね。まあ、そういう時は、どうしてもそういう中心をね、えー、主軸だったり、中まあ、中心も、えー、仮に置いたり、えー、まあ、一時的に定義したり。 すすることなんですけど、でもちょっとそれらが出るとロールセンターとはもう全然意味が間違うかなと思いますね。えー、つまりこのねバイクのこういう、まあ、極端に言うとねこういうとこにロールセンターがあると、まあ、もう少し下かもしれませんけどこうやっとこにあるとここを中心に回転するとねこんなイメージですよ。いや普通こうじゃないかなと思うんだけどねつまりここを中心に曲がる。はい前輪の 接地点はは左右に滑ってるんですかねこの方の方バイクは、うん、基本的にはグリップしますね通常はねあの本当に微小なスリップはあるかもしれませんけど、まあ、基本的にはグリップしますあとまあタイヤの幅があるもんでその分接地点は移動あとね、えー、カジをね切れながらバイクって走ってますんで。 かじ、ね、切った分だけ接地点移動するとかそういうのは当然あ,ありますがその瞬間瞬間、まあ、いわゆる瞬間中心って言うんですけどそれ,はそれは基本的にははいもうこんなところにはロールセンターありません基本的にはですね前輪の接地点と氷の接地点を結んだもう地面地面上と言ってもいいですよねここを中心にねロールリーン します。それがもう、ロールセンターです。うん、あの、これ以外にロールセンターは、なんであるんですかねもう。基本的にそのロールセンターとかも当然ね、考えながら、あいろいろ設計、えー、するわけですけども、ねうん、ここ以外にロールセンターを考えたことは、少なくとも私はないですね。えーまあ、どうやってこのロールセンター、こんなとこにあると考えて、バイクを設定して、しかも乗り方を変える。 そんなことで乗り方変えるってどういう乗り方変えるんですかねもうさっぱり意味がわからないです。まあ、バイクが傾く原理というのは改めて、ねえー、言うまでもないんですけども、まあ、こういう重心錯覚っでバランスを取っている、ねえー、ところを前輪をねあーまああの前輪とか舵ですね舵をプ,プッシングステアで、はいまあ、逆にそうだ。実際はこんなダイナミックに切りませんもう見てわからないよらい0.0何度というね微小に音をも押すだけです。そうすると え前輪がね微妙にねえかじ切った方が動きますんでそうするとこのバランスが崩れてはいね接地点が動きました接地点を置いてバランスが崩れることではいロールするとまあここはやっぱこの時このね前輪と後輪の結んだ線を中心にロールセンターとなってバイクが傾いていくということになりますね。 まあ当然この時ね前輪接地点動きますからそういう意味でこの足払いのようなねちょっとこう前輪がこう動くじゃないかというまあ錯覚があるかもしれませんけどそんなねダイナミックにね前輪がね接地点が動くのはもう極低速だけです。もう車速が上がれば上がるほど速度原因が上がるんでその打格もものすごい小さいもんですからもうその横位置れる量もものすごい小さいです。 あの時速ね、5キロ以下になるとね、結構5度とか10度、逆にハンドルを切らないとね、もうこれも皆さん自転車乗ってたらわかると思うんですけど、実際まあ、抜 <laughs> き切って、で、ね、実際切ることで、こういって、こう傾いて、左にねあ、この場合ね、えー、曲がっていくというふうになりますね。その、こういった分ね、ロールセンターが上がったようなあ錯覚をまあ起こすかもしれない。 ちょっと動画をね、ちょっとこう見て、眺めていただいて、いかがですかね。まあちょっとスローで。ね、頭がね、右から左に行ってますよね。バイクのね、そんなところを中心に、うーん、ロールセンターがあるようにはちょっと、ん見えますかね。どうですかね。はい、どうでしょう。ね。はい、まあね、みんな綺麗に曲がっていってますよね。 で、まぁ、あ、ちょっとこれもう少し見てみましょう。まぁ、あ、このね、えー、設置接地点と前輪のね、接地点と、まあバイクのカルのセンター、中心のあたりをこう結んだ線で追いかけていってみましょう。そうするとこういう感じに。ね。はい。S 字ですんでね、これ微妙に逆走だけ言ってるから、こう蛇行するんですよね。微妙に蛇行してます。えー、こういうふうに。じゃあこのね、軌跡を結ぶとこういう感じになると。ね。あ、ちょっと。まぁ、あ、ここにね、 こういう重なってるとこあるからここにロールセンターがあるじゃないかとはねあの錯覚を起こしてるのかもしれないですけど実際はやっぱここ中心に右に左に固めてますよねもしこういうとこに中心があるとすると J の設置ではもっとこういうふうにねダイナミックに左右にもっとずれないとおかしいですよねはいえもう少し見てみましょうねこずっと追いかけていくとこういうふうにはいこれも切り返してますもうほぼまっすぐ立ち上がりましたで左にはい傾き始めてますねはいこ結ぶとね はい、タイヤの軌跡っていうのはもうもう微妙な S 字ですねもうほぼ直線近いですもう明らかに頭が右に左別に,要するに、ね、タイヤの設置点を中心に動いてますよねこんなところを中心にこんな曲がり方してないですよねもう明らかに明らかですよねこっちからこっち行ってますよね、はい、ということでですね、はい、走行中ね バイクは必ずインガーに傾きます。タイヤの設置に中心に。も,もちろん、微妙な蛇行をすることもありますけど、そんなダイナミックにいかないです。ですんで、はい。えー、だいたいインガー、特に左側ですね。えー、左に向けるときは、やっぱりインガー注意しましょう。ガードフールにね、すごい接近しますから、ほんと。ねえー、この最近スクーターなんかでもね、屋根付きなんかあったりします。この屋根付きはね、高いもんですから、はい。こうやってね、 式にね、ほんと当た,りように当たりそうになりますんで、ほんと気をつけてください、ね。あの、ロールセンター上の方にあるから、ロールセンターね、この辺にあるから、ここ中心に曲がりゃ、この辺までしか来ないから大丈夫なんてね、うん、そんな運転しちゃダメですよ。ロールセンターは違うから、運転の仕方は違うんだというね、そんなことは考えないでくださいね。<laughs> はい、ということでですね、えー、今日はロールセンターは前輪と後輪のタイヤの設置点に、ねえー、結んだ、 ところを中心にバイクが傾くから右左、左、ねえー、意外とバイク幅狭いけども肩、えー、コーナリング中は結構幅が取りますよというね、中安全に運転していただけたらなと思います。はい、次回をお楽しみにごきげんよう